もまよえです。今回もコロナの今私にできることの動画でございます。で今回は秋田の商品のご紹介となっております。秋田の応援ボックスというのが秋田ずらりというネットショッピング屋さんで、販売されておりましたので購入してきました。では早速見ていきましょう。おお、入ってますね。こんな感じです。じゃじゃーん。はい、今回ご紹介するのが地域応援秋田のお菓子詰め合わせセット。おがしの塩焼き。男にしかって書いてある。おがし。おがしの塩付きセットとなっております。はい、では。一つ一つ見ていきましょう。いや、ちょっと、どっち、左、右、真ん中、どれから行こうかな。では、じゃあ、左。おにぎり塩。あ、これ、これか。プラスで入ってますよっていう塩 30g。ですかね。これかな。これのことなんかな。え、ちょっとわかんない。塩。おにぎりの塩が入っております。続きましてこちらですね。のこぎりせんべい。ちょっとおにぎりせんべいって言いそうになっちゃった。のこぎりせんべい。ガクガクしてるね。ここの部分が。のこぎりせんべい。青さが入ってるんだ。続きまして、ピーナッツせんべい。あ、これ絶対美味しいね。続きましてこちら。ロシアンルーレットもろこし。ん？どういうことだ？後ろに赤唐辛子。なにこれ？ハバネロ入り、6分の1の確率。こんなん一人でやっては面白くないやん。これ前、何？今から一人でやる感じ？マジで？続きまして、こちら、これ、美味しそう。淡雪ふわり、つやげせんべいですね。いいね、エビ塩味でございます。続きまして、こちら。いぶりがっこ。あ、いぶりがっこって何？よく聞くよね。何？え？生姜？生姜なの？いぶりがっこです。これは？あられんこ。ひないじどりか。ひないじどり。ひないじどりのあられんこ。しょっつる味。しょっつるってなんだ。あられんこ。秋田の言葉。わさび味。おほーす。おう。ちょっと食べれるから、もう大変だね、食べるのこれね。続きまして、あ、ようかん。なんかおしゃれな色してるね、こちら。ようかん、ぶどうだって。ぶどうのようかん。うちは、ぶどうかな。ぶどう、山ぶどうの。さなずらゼリー。続きましてこちら。ワッフルラスクメープルシュガー味。うまいね、絶対。なにこれ。さなずら。さなずらって何なの？さっきから。お店、なに？商品名なんかよくわかんないね。山ぶどう、みかん、ミックスジャム。なんかいろいろ入ってる。続きまして、こちら、おつまみですね。はたはた。はたはたって何、何魚魚かな、はたはた。続きまして、これで最後ですね。こちら、パンプキンパイ。あ、美味しそうだな、これは。実はですね、こちらの商品を買うと、プラスアルファで特典がついてくるんですよ。で、特典が選べまして、A が小菓子水族館チケット、B がダリア園チケット、C が県立博物館チケット、で、D が大森山動物園チケット、D の後が、E が、県産品お楽しみ袋
でございました。で、検査品お楽しみ袋を選んだんですけど、どれだろう。どれ？なんかこれですよっていう帯とかがなくて、どれだろう。お菓子の塩付きはやっぱり塩はこの1個しかなかったので、これがまああのプラスアルファの塩なんでしょうね。生野菜にも使えるんです。塩重宝しますね。ではこちらですね。この後食べていくんですけど、このボックスでなんと4000円でした。気になった方はね、あの見てください。ではちょっと私今気になることとしてはこの中身ですね、食べていきたいと思います。どれから食べようかな。一人でこれやんのは最後でいっか。こちらから行きましょうか。のこぎりせんべい。いただきます。うん、めっちゃ青さやん。うん、ナンバーに入った。デザインがね、ノコギリで、青さの風味と甘みのあるせんべいで、美味しいです。続きまして、ピーナッツせんべい。なんか、かぶってる。普通の丸じゃない。かぶってます。かわらび。これは王道の味ですね。この王道の味に青さが入ったのがのこぎりせんべいって感じ。うん。続きましてこちら、ワッフルラスク。おお、めっちゃメープルの匂い。四角いブロック、ワッフルらしい形ですね。うん、うまっ。これめっちゃ美味しい。めっちゃメープルが旬でる。染み込んでます。うん。うまい。続きましてパンプキンパイ。え、なになになに、なんか賞取ってる。平成7年優良ふるさと食品中央コンクール農林水産省食品流通局長賞受賞です。パンプキンパイ、美味しそうな感じですね。あー、ほっこりする匂い。うん、うまっ。なんかほっこりとするかぼちゃにバターの旨味がこう入ってん、めっちゃね、美味しい。なんかもう美味しいとしか言えてないんやけど、うん、中のあんも滑らかで、このね、パイがね、なんとも言えないこのうまさ。このパイのね、薄加減が好きですね。こんな感じです。続きましてこちら、サナズラ。めっちゃ気になるね。これは何なんだ。サナズラとは何なのじゃ。和菓子っぽいよね。あ、なんかピックが入ってますね。どういう風に食べるの。挟まれてます、紙に。羊羹？ゼリー？綺麗なお色だね。ルビーみたいな色してる。あ、綺麗にスッと入るね。ほう。ピローン。水飴？なんだろう。いろんな、なんかフルーツの、なんか強みが。ぶどう？
ん？寒天みたいな食感。綺麗だね、本当に色が透き通ってる。何の味かは特定できないんだけど、濃い味が口の中に広がるんだよね。フルーツなんだろうな、みたいな。わかんない。ぶどうかな、みたいな。続きまして、こちら。あー、軽い。エビせんみたいな。エビせんだね、これ。エビの味って書いてたから。何言ってんだか。予想通りの美味しさ。続きまして、いぶりがっこ。いぶりがっこってなんだよ、本当にわかんないな。何の匂い。だしの匂い。肉？一気におかずの味がした。鳥？何？スモーク？あ、こうなんかスモークの感じが書いてるね。スモークは当たりっぽいね。味ソーセージみたい。続きまして、比内地鶏。あ、匂い違うね。こっちの方が酸っぱい匂いしてる。比内地鶏いただきます。なんかいぶりがっこが濃かったから、ちょっと味覚がおかしくなっちゃった。普通に美味しい。で、確かになんか鶏の優しい味がする、これは。続きまして、こちら、しょっつる味。しょっつるってなんだろう。絵が魚の鍋なんだけど、食パンみたいな匂いする。食パンの耳の匂い。だしとなんか醤油の味、和だ、和テイスト。続きまして、わさび。わさびか。いただきます。痛い。あ、でも最初だけだね、ピリってくるの。なんか最後は引いていく。最初に、続きまして、ハタハタ。めっちゃ魚。わー、魚の開き、背骨が見えるよ。切れないんだけど。ふてちがんくんくん。優しい味がする。なるほどね。よく噛め。尻尾も食べれるのかな。うん、尻尾食べれるね。甘い。みりんかな。やんのこれ。やんの、私一人でロシアンルーレット。何が面白くて、何が楽しくて一人でロシアンしなあかん。分かったよ、やるよ。じゃあこの6分の1の確率で
匂い嗅いだらわかるかな。6分の1の確率で1個だけ食べる。1個だけ。全部一緒やで。匂いわからん。みんなはどれを選ぶ？じゃあこの真ん中、あれこれ何？私もう今の見ちゃった感じ？今の見ちゃった感じ？取ったらね、これね、こうなってたんだけど、これはセーフってことなんかな？どうなんだろう。ちょっと食べてみましょう。いただきます。ザクザクザラザラしてますね。砂糖のお味で、なんかそんな美味しいとは言い難い。6分の1当たりませんでしたね。ちょっと開いてみる。全部大丈夫。なんかこれひっついてんね。これ外れじゃね。大丈夫大丈夫大丈夫。なんかこれ怪しいよね。これ食べてみる。この怪しい一枚、明らかに怪しいよね。はい、いかがでしたでしょうか。口めっちゃ痛い。もうめっちゃ攻撃食らった。最後にご視聴ありがとうございました。秋田ずらりネットショップにて、交流ができますので、ぜひお求めください。鼻水が止まんないんだけど。この動画がいいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。やばい、鼻かみたい。ねえ、私、まよえ、ツイッター、インスタグラム、ショールームやっております。そちらも登録よろしくね。ではまたお会いしましょう。またね、おつまよー。はーい、痛ー。歯じゃないね、口が痛いね。